3、2、お、巻いた。え、なに？え？Hello, what's up guys? My name is Liam. Welcome to my video. ということで、今回の動画はちょっと前の動画でも使ったリフトプロジェクトという、まあ、フォートナイトの昔のシーズンに戻れるソフトがあるんですけど、今回それを使って、普通のフォートナイトでは絶対に手に入らない昔の試作段階の武器とか、いろんな面白い武器をコマンドで手に入れることができるので、今回それをいろいろと使っていきたいと思います。この動画が少しでも面白いと思った方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。Let's Rift Project!はい、ということで今回ちょっとシーズン5、チャプター2のシーズン5に戻ってきたんですけど、まず最初に一つ目の武器から使っていきたいと思います。これね、結構ね難しくて、コマンドを使うとね、いろいろとできるんですけど、まあ、何ができるかというと、まず例えばこういうコマンドを入れると、見てください、こんな感じでね、早送りができるんですよ。やばくないこれ。こんな感じでね、早送りができたりするんですけど、まあ今回はまあ普通のスピードでね、やっていきます。これを使っていろいろとね、ゲットできない、普段ではゲットできない武器を使っていきたいと思います。ここで、まあ、何を入れるかというと、まず1個目のコマンドが多分ゲットできるはず。お、来た、ザプトロン。ザプトロンね、この武器はチャプターシーズン、チャプター1の本当に初期のフォートナイトで存在してた武器なんですけど、まあ、まず最初にこの武器からちょっと使っていきたいと思います。これはね、存在してた武、あれこれ拾えないのかな、これでいけた。オッケー、これでいけたわ。はい、こちら、ザプトロンでございます。はい、こんな感じで、ありますね。これを多分撃てるはず。お、すげえ、あれバグってるバグってるバグってる。ちょっと待って、バグってるバグってる。ごめんなさい、間違えました。チャージして、ずっとチャージしてると、あ、撃った今。撃ったかもしれない、今。めっちゃバグってるのと。もう一回ちょっと建築物に向かって撃ってみよう。はい、溜めて、ビューンってなって、そっから、あ、撃ってるわ、撃ってるわ。音最後ちょっとバグってるけど。なるほどね。え、すげえ。こんなに、うるさいうるさいうるさい。こんなに大きいんだね。めっちゃ大きくね？ザプトロン。こんな感じなんだ。お、すげえな、これ。これは、存在してました。本当に昔のフォートナイトに。こっからはマジで存在したことない武器を使っていきたいと思います。二つ目。テストゴッドってやつ。来た！これだ！これ。これはマジで存在したことない武器で。はい、こちらです。ゴッドガン。カッコテストって、これ試作段階のエピックは実際に実装しなかった武器なんですけど、こんな感じのアサルトライフルなのかな、これ。ちょっと撃ってみますか。じゃあ早速。いきまーす。え？何これ？え、一発で建築壊れんだけど、何これ何これ何これ、え、やばくね、いくよ、あ、やばい、建築一発で全部壊れる、やばい、わーすげえ、しかもめっちゃ練習するんだけど、何これ、その名の通りゴッドガンってやつだ、最強すぎんこれ、何でも一発で壊れるよ、やば、音ないのちょっと残念だけど、見てこれ、何でも壊れますよこれ、すげえ、ははすごいなこれ、こんなん実装された時にはもうやばいだろ、マジでフォートナイト。なんかあれだね、クリエイティブみたいだね。クリエイティブなの、携帯でさ、いろいろ消せるやつみたい、これ。次行き、あ、これ落とせないんだ。落とせないんだね。じゃあ次ちょっと行きますか。はい、こっからはちょっとね、シーズン変えなくちゃいけないらしいんで、ちょっとシーズン、チャプター2、シーズン5から離れて、チャプター1に戻りたいと思います。なんなかった。はい、シーズン1に来ました。さて、こっから、こうして、で、さっきの、今度は、M80 ってやつ。これだ！何これ？はい、こちらです。M80。何これ、投げたらどうなんの？投げます。おう！おう！グレみたいな感じ。グレ、初期のグレみたいな。何このマーク。KE500 って書いてある。すご！どんな感じなんだろう。あ、ダイナマイトみたいな感じかな、これ。ダイナマイトの初期のやつみたいな。あの、建築ダメージもないのか、これ。建築ダメージもないね。まあでも、そんなにこれは大したことなさそうだね。わ、すごいって感じ。ちょっとじゃあ、次行きましょう。次はなんか、シーズン3に飛ばなくちゃいけないらしいです。はい、ということで、チャプター1のシーズン3に来たんですけど、なんかね、体が透明なんだけど、なんでだ、これ。ここで多分ね、もっとさっきまでゲットできなかったものが、ゲットできるようになってるはずです。ちょっとやってみましょう。こっからが本題みたいなところあるからね。じゃあまず一つ目入れてみるよ。カモン！
来た来た来たすげえマジで来たんだけど、見てこれ、サプライドロップシグナルってやつでね、これが、これやばいよね、普通に。拾ってみます。拾えた！え、やばくないこれ、マジで。サプライドロップシグナル。これを投げると救援物資が落ちてくるらしいです。これやばいよ、マジで。ちょっとじゃあ使ってみますか。はい！おう！え？なになになに？あ、すげえ！見て！今ので救援物資をできる？え、じゃあこれ無限に投げられるってこと？やば！なんだこれ！すげえ！おお！落ちてきてるこれ。落ちてきてる落ちて、え？やばくねこれ。あ、3つまで、いや、4つ落ちてきてるこれ。すごっ！こんなのもあったの？え、これ普通に欲しくね？これ普通に欲しいんだけど、ちょっと、エピックさん、今からでもいいので、これチャプター1シーズン3のね、めっちゃ昔のアイテムなんですけど、今からね、でもいいので、実装してほしいね、これちょっと。やばすげえな。おお、重なるんかな、これ。重なりそうじゃね？お、重なる、すげえおお、これで開けれるんだ。いや、いいね、これ。このアイテムは普通に欲しいわ。すげえ、めっちゃ落ちてきた。すごい。なるほど、なるほど。これが、救援物資、サプライドロップシグナルっていうアイテムですね。はい、じゃあ、ちょっと次行きましょう。次、こちら。はい、これです。グラップル。グラップル。これはなんだ、これ。なにこれ。なんだ、これ。グラップルだって、ちょっと使ってみるか。行きます。行け！お、こう出てきて。おう。おお、お、すげえ、なにそれ、もう一回投げてみるよ。ぽい。ん？グラップラー的な？グラップルだから名前が。初期のグラップラーかな、これもしかして。テスト段階の。テスト段階のこれグラップラーじゃね？これ多分テスト段階のグラップラーだ。ええー、こんなのもあったんだ。すげえ。すごいな、これ楽しい。じゃ次、次、次。次はなんだ、次。次は、こちら、ドン。はい。普通のグレネードにちょっと一見見えるんですけど、これはエアストライクってやつで、これは何これ？あ、すごい！見てこれ右下！何これ必殺技みたいな。エアストライクだって。ちょっとじゃあ投げてみまーす。いきます。こっちの方に投げとくか。せーの。はい。で、どうなんだこれ。おお、おお、おすごいすごいすごい！あ、すげえ！ええー、なにこれ、あれだね、なんだっけ、これ似たようなやつあるよね、エアフォースみたいな。なんだっけこれも、あれもエアストライクだっけ、それの初期版かなこれ。テスト段階のエアストライクってこと。見てて、これ上から降ってくるから。ほら。降ってくるね、やつがね。あ、これあれだ、123って出てるんだ、これ。投げたところから、123って出てる。見てて、もう一回。あ、すごい。いきます。123って、ほら。どんどんどんってなってる。ええー、面白いね、これも。はい、じゃあこれがエアストライクでした。さて、じゃあ次行きましょう、次。次はどんどん行こう、どんどん。どん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 やっていこうぜ。次。これはまた面白そうなんだよね。はい、こちら、なにこれミシックだって、これ。え、誰も知らないミシックじゃない、これ。こんなミシックあったの？ミシックボム。はい、拾います。宝箱？どういうこと？ちょっとじゃあ投げてみますね。どこに投げてみよう。ボムだからね。爆弾？これ。どういうこと？どこに投げてみよう。ここに投げてみるか。お、お、なに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 ？え？どういうこと？なにこれ？うわあ！そういうこと？宝箱が爆弾になってるってこと？え、すげえ！なるほどね。おとり宝箱だ。え、面白っ！で、殴ると、間違えて開けようとすると爆発するってことだ。え、面白くね？欲しいんだけど、普通に使ってみたい、公開で。普通にあっていいものじゃないですか、これ。え、やば、面白っ！こんなものもあったのか。しかもミシックだし。本当に見たことないものばっかりなんだけど、すごいね、これ。こんな爆発アイテムをエピックは実は試作でしてたんだね。すごいな。これだけでもすごいね。まだありますよ、まだ。どんどん行こう、どんどん。はい、次何、次。次は、ゴールデンチケットだって。何これ。ちょっと入れてみますね。カモン！ははは、何これ。ゴールデンチケットってアメちゃん？なんだこれ。持ってみますよ、じゃあ。
なにこれ、え、バトルバスなんだけど、なにこれなにこれなにこれ、え、どういうこと。ちょっとじゃあ使ってみますよ。いきまーす。あ、巻いてる。3、2、お、巻いた。え、なに、え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 、なに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 、え、なに、バトルバス、え、なにこれなにこれなにこれ、あ、下ろされた。なんだこれ、え、どういうこと。ちょっともう一回使ってみる。コントローラーで次やってみるか。はい、使うとピコンってなってバトルバスに乗らされ、えー、なんだこれ、すごっ、何これ、こんなものもあんの。ゴールデンチケットだから、あれなんかな、リブート版的なやつなんかな、これは。ワンチャンそうじゃね、なんそんな気がしてきた。それかなんか乗り、いや、でも乗り物っていうよりなんかリブート版っぽくね、ゴールデンチケットだから。これ使ったら味方全員がバトルバスに乗って帰ってくるみたいな。おもろ、バトルバスに乗れるアイテムなんてあったのかよ。なんでピク出さなかったんだろう。見た目飴だけどね、これ。飴だけどバトルバスなんだね。面白いね。よし、じゃあ次行こう。次、次はなんだ、なにこれなにこれ、ビッグポッピーだって。ビッグポッピー、ビッグポッピー持ちまーす。あ、風船、これ風船っぽくない？ちょっと使ってみる。お、なに、え、なに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 、え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 、なにこれ、割れそう、おお。なんだこれ、何のアイテム。え、下にめがけて投げたらどうなんのこれ。いきます。はい、こうなって、おお、お、すげえ、すごい、なんだこれ。何のアイテムなのこれは。風船だ、巨大な風船で、巨大な風船が膨らむアイテム。じゃあ次、はい、これボトルロケット、これなんかちょっと見覚えあるぞ。これこれあれじゃね、ボトルロケットさ、あの緑色のやつ前あったと思うんだけど、それのテスト段階じゃないこれ。初期型みたいな。ちょっと投げてみるよ。あ、ほら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 、ちょっと違う、ちょっと違う、ガチのブン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 みたいな、ガチの花火じゃんこれ。すげえ、おもろ音、ブン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 。よし、いか、やば、めっちゃ強いじゃんこれ、やば、やばやば、威力半端ないって。すげえ、家半分破壊したよ。ちょ、次なんか面白いぞ。何これ、モーブ、モーブだって、モーブ、何これ、なんだこれは。持ちます。はい、ちょっと撃ってみます。ロケランかな、ロケランっぽい銃。え、なんだこれ、ロケランっぽいね、なんかロケランの初期かなこれ。なんかちょっと今までのに比べて地味だね。まあまあまあ、モーブ、これがモーブです。すげえ、どんどんここに知らんアイテムが いろいろ揃ってきてるぞ。ちょっと次行こう。はい、こちらスローグラネード、なんだこれは。また面白そうなの来たぞ。投げまーす、あ、持ちまーす。はい、これスローグラネード、まあ日本語に訳すとゆっくりグレ、ゆっくりグレ、投げてみます。はい、ん、あ、動きがめっちゃゆっくりかもこれ。見て、ゆっくり、体が見えないんだけどさ。あ、え、この、あ、すごい、ほら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 、また速くなった今。見た今、もう一回投げれちゃう。動きながら投げれちゃう。ほら、あ、見て、よーく見るとなんかさ、この、ほら見て見て、この中はゆっくりになるよみたいな。ほら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 、結界みたいのがある。見てほら、結界みたいのがあるよ、よーく見ると。この中入ると、ゆっくりになるんだ。あれだね、今あるさ、なんだっけ、宇宙人のナノナイトだっけ、ブーンだったらめっちゃゆっくりになってさ、ジャンプすると飛べるみたいな。あれっぽいね、これなんか。面白いなこれ。これも欲しくない、普通に公開で使ってみたいわ。いいアイテムばっかりじゃないなんか。いいな、スローグラネードでした、こちらが。はい、次行きましょう。はい、次。エナジークリスタル。エネルギークリスタル。投げてみます。持ってみます。はい。エネルギークリスタル。クリスタル。
使ってみます。あ、飲むの？飲んだ。飲んだら何？ゆっくりになった。体がなんか動きがゆっくりになった気がする。ゆっくりだこれ絶対に。どういうことだろう。攻撃力が2倍とかそういう感じ。なんかツラシュの早くね。気のせい。切れた。あ、ほらほらほら。え、待って、これでちょっとじゃあ銃持たせようぜ。はい、アサルト持ちます。アサルト普通に打つとこんな感じね。で、これでエネルギークリスタルを食べて銃を撃つと、ほらほら、やばい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 、えぐっ。やばくね。動きが遅くなる分攻撃力がもう2倍速。やばいってこれは。これはチートすぎる。え、ちょ、これでミニガンとか使ってみたいんだけど。待って待って、何これ何これ、面白。はい、ミニガン普通だとこれね、これが普通のミニガンね。はい、じゃあエネルギークリスタル食べます。食べてからミニガン撃つと、あれ変わってない気がする。アサルトは間違いなく違うね。ミニガンはあれか、多分最初のチャージとかがあって変わんないんだ。これがエネルギークリスタルでした。面白い。はい、じゃあちょっと次行きましょう。次、はい、こちらテスラトーテム。テスラトーテムだって。拾えます。はい、拾った。使ってみます。グレ投げる系。はい、え、あー、そういうこと。近づくと、なになになに、光ってる光ってる光ってる。え、なにこれ、どういうこと。わかんなかった。まあしゃあない。はい、じゃあちょっと次行きましょう。これはテスラトーテムのやつです。ちょっとよくわかんなかったです。はい、次にこちらノームガン。これがおそらく最後ですね、今回のこの。と、本当にエピックの社員とかしか使えない武器のこれが最後です。ノームガンです。何これ、ピストルっぽい。ん、何これ音が。何これ何これ何これ。あ、待って、ちょっと待って、待って待って待って、分かったかもしれない。見てこれ、よーく見ててね。見えた今。見えた今。今見えた。スローモーションで流すよ。これ絶対ノーム打ってるでしょ。やば、なんだこれ、ノームガンって。やばいやばやば、最後めっちゃおもろい武器来たって。ノームを飛ばす武器。何これ。すげえ。なんだこれなんだこれ。めっちゃ速いし。建築ダメージとかあんのかな。ないね、ダメージ。おもろ。この武器使いたいんだけど普通に。これおもろ、面白いこと思いついた。これとさ合わせたらどうなんの。食べて、あ、変わんないかも速度。連射系じゃないから変わんないわ。いや、おもろいな、でもこれ。はい、っていう感じで今回はこちらの何種類あったんだこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12種類。普通には手に入らないフォートナイトの、ま、超激レア。多分ね、公式がテスト段階でしか使ってなかったアイテム12種類でした。っていう感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。このアイテムたちがやばいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんはどのテストアイテムが一番面白いと思いましたか。よかったらコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピシャオ。